平野市用と神宮寺勇太の新たな挑戦、東南アジアでの躍進と世界進出への道、元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺勇太が、滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社、株式会社飛べに合流し、新たな挑戦を始めました。彼らは海外進出を目指し、特に東南アジア市場に注目しています。 アジアのエンターテインメント市場での成功は、グローバルな人気を確立するための重要なステップであり、平野氏用と神宮寺裕太にとっても新たな挑戦となります。この記事では、彼らの新たなステージへの挑戦と世界進出の可能性に焦点を当てます。セクゾからの脱退と新たな道へ。2022年に平野市用、神宮寺裕太。 シユータがキングプリンスを脱退し、退場を発表しました。理由は海外での活動を希望しているということでした。平野紫耀は特に海外での活躍を目指しており、新たなステージでの成功を求めています。これにより、彼らは株式会社トベと契約し、新たな挑戦をスタートさせました。東南アジア市場の重要性と世界進出への道。 東南アジアはエンターテインメント産業にとって非常に重要な市場です。日本や韓国のアーティストたちにとって東南アジアの人気を獲得することは世界市場での成功を見据える上での近道となっています。東南アジアの巨大な人口と熱狂的なファン層はアーティストの SNS フォロワー数や YouTube の再生数などにも大きな影響を与えます。 平野紫耀と神宮寺勇太も、東南アジア市場を制し、世界進出への足がかりを築くための戦略を練っていると言われています。スタイルと身長の課題。平野紫耀は非常に魅力的なアーティストですが、海外市場での成功においては身長やスタイルの問題が指摘されています。 K-POP アーティストたちは一般的に180センチメートル以上の高身長で、体つきもマッチョに鍛えられていることが多いため、平野仕様にとっては競争相手としての厳しいライバルとなるでしょう。しかし、彼の持つ多彩な武器、ダンスと歌のスキル、そしてカリスマ性によって、東南アジアでの成功をつかむことができる可能性も十分にあります。 世界進出への意欲と挑戦。平野志耀と神宮寺裕太は、戸部との新たな挑戦を通じて、世界進出に向けた意欲を示しています。彼らは日本やアジアで既でに多くのファンを持ち、東南アジア市場での成功によって、世界的な人気を確立することができるかもしれません。海外での活躍を求める彼らの決意は、 彼らの魅力と才能をさらに広く世界に発信する一助となるでしょう。結論。平野氏洋と神宮寺ゆうたの新たな挑戦は彼らの魅力と才能を海外に広める素晴らしい機会となるでしょう。特に東南アジア市場での成功は世界進出に向けた重要なステップとなります。 彼らの意欲と情熱はファンを魅了し、新たな世界での躍進を期待させています。平野紫耀と神宮寺勇太のこれからの活躍に注目です。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。